夏目当たり株式会社は家庭用ゲームソフト及びパチンコパチスロの企画や開発を行う日本の企業。2013年に夏目株式会社と当たり株式会社が経営統合して誕生。本校では中期のない限り存続会社である夏目を中心に記述する。社名は夏目坂に由来し、1987年10月20日に設立された。 ゲーム開発会社としては珍しく、開発したソフトウェアの版権を保有し、社名を表記することを条件とする姿勢で開発してきたことで知られる。また、日本国外でのゲーム開発や移植にも携わっており、1988年5月には、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコに、子会社、ナツメインクを設立している。 2002年10月に創業者の松本隆が遊機開発会社の株式会社あたりを設立。2013年10月に株式会社あたりと経営統合し、夏目あたり株式会社となった。このため、事業内容にパチンコ遊戯機、街道式遊戯機の企画開発、ウェブ及び携帯関連コンテンツの企画、開発、運営、各種システム開発及び運営管理等などが、 加わっているが、それらは、旧あたりを継承する大阪事業所が担当している。ありがとうございます。